久保さん、気にする人がお客さんにしましょうか。ね、あの、なんだろうな、久保さんの僕の好きな、あの、顔出し、ね、顔出し問題の切り口が好きなんですけど、顔出しして歩いているじゃないですかって。いや、顔出しして歩いてるやんみたいなね。あれ僕好きなんですけど、使わせてもらってますけどね。今回使いましたよ。あのセールスで。 だってて万本顔さらしてね一般公開の動画2万本以上顔さらしてる動画を見てる見ててその僕が実証実証体験をさまざま言ってるんですよ何の体制の影響ないですね <laughs> 声かけられたことないですね街中で「吉谷さんですか?」って、ね、あの R34 マガジンを運営してる吉谷さんですかもしかしてって声かけられたこと一度ない一度たりともないですね 一回だけ、一回だけあの滋賀で車が故障してレッカー頼んだときにレッカーのお兄ちゃんに、あれ、もしかしてアイコスの人ですかとは言われました。アイコスの人ですよね。はい、僕はアイコスの人です。アイコスの動画が当時あの、回ってたんですよ、僕。で、まあ、一番回ってるのは5万回ぐらいあるんですけど、気にする人がお客さんなんでね。 気に,するお客気にする人がお客さんなんで、急発ちょっと使わないといけないかなっていう <laughs>、うん。僕も大して全然気にしてないですけど、気にする人がお客さんなんで、気にしないといけないかなっていうところですね。単純に。うん、ただねあの、リスクの部分ですね。リスクは気にします。感染症は気にしてないけども、 感染した場合のリスクはどうなのかっていうのはちょっと気にしますね。うん、どういう状態になるのかっていう。うーんあこれね、久保さんもあの、久保さんテレビ見ないみたいですけども、僕も見ないんですけど、YouTube で今ニュース見れるんですよ。で、僕テレ東のニュース好きなんですね。テレ東の。で、テレビ東京って結構切り込んでるんですよ。YouTube のやつは。そう面白くて。 でそのテレ東の,あのキャスターがなんか感染したっぽくてでそれを、これやっぱテレ東面白いなと思うんですけどなんかこれユーチューバーなんじゃないかっていうようなそのあのコロナに感染してもう,あのもう落ち着いて1ヶ月ぐらい経ったみたいで、まあ、それにコロナに感染してどうだったのかっていうのを克明にずっと30分ぐらいずっと克明にねもう淡々と喋ってる動画があって。 昨日それ見たんですよでしたら症状がこうで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 ってで僕の場合はこうでしたってもうでコロナに感染するとこういう状態でこうなってこうなってこういう流れでこうでこうでって超細かく言っててすごいなっていう今の時代はすごいなっていうテレ東やっぱすごいなこれ,これ,こ,れこ,うこ,うこれを公開するのかみたいなね僕テレ東は好きなんですよねどあの番組あの なんだあのテレビ番組の中ではで特に YouTube ですよねうんまあ鹿児島だとそのテレビ東京は映んないんでまあ必然的に YouTube になるんですけど、うん、テレ東はね僕は好きですねうん、なんか他の曲とやっぱちょっと一線を返してるなっていううんちょっと切り込んでますね うん、だからまあなんだあー話は戻すと気に気にするポイントですよねうんそう何だろうなその顔出しがどうのこうのを気にする前に稼げようっていうね <laughs> お金は必要じゃないですかお金がないリスクを考えた時にお金がなくだったらどうなんのかっていうね お金は僕は血液だと思ってるんでもちろん100分譲って全部自給自足して電気とかガスとかない生活してるって全部自給自足してるんだったら全然いいんですよただ少なくてもお金がある世界に生きてるんでお金は必要じゃないですか米作ってます米作ってるんだったら金で払わなくてもいいですけど米作ってないんだったらスーパー行って米買わないといけないじゃないですか って話で野菜作ってなかったら野菜買わないといけないじゃないですかって話でだからね飯食わず僕もそんなに1日1食程度ですけど飯食わないと生きていけないのでつまりその飯はどうしてるのかっていうと金払って飯食ってんでだからまあ一番気にしないといけないのはまず生存するために金を確保しないと。 ダメなななんじゃいいかなと僕は思いますよ、ねうん、で今のところ僕自給自足して生きていくっていう選択がないので,でその選択がない以上お金稼ぐしかないっていう一番気にしないといけないのはお金稼ぐことだっていう <laughs> 僕は思いますけどね <laughs> 顔がどうのこうの関係なくて、うん、とにかくお金を稼ぐじゃあその感染症になった時のリスクですよね じゃあその、えーまあ、普通に働いてたら、ねかあのー、なんか久保さんと僕なんか毎日隔離されてるんで <laughs>、ね、久保さん隔離されてますよね、僕と久保さんって。ね、家でなんか、あのー、カメラに向かってずっと喋ってるだけなんで <laughs>、あんまお外出ないし、だけど一般の人っていうのは、まあ、会社に出社するっていうのが一般的だったら、隔離されたら会社行けないじゃないですか。 うん、もちろんその会社がねいい会社でね給料を上げるよっていう、まあ、3ヶ月ぐらい会社来なくても給料上げるよとかねいい会社だったらいいですけどアルバイトとかだったら通らないですよね、うん、正社員だったらまだしも派遣社員とかアルバイトで仕事しなくし仕事しないんだったら仕事しなくても時給を上げるよっていう制度あるのかわかんないですけどうん だからお金は一番,気にし一番気にしないといけないのはお金かなと僕は思いますけどね。うん。金かね言うな。いや。じゃあ、わかりました。お金ないくて生きてくださいと。<laughs> 自給自足してくださいと。<laughs> ね、自給自足することは悪いことじゃないですし。ただ僕の中では選択はないですね。全部野菜も作る。キュウリ、トマト、ナス、レタス、なんだ。 ピーマン、トマト、うん、じゃがいもポテトじゃがいもとポテト一緒か <laughs> 全部作りますか自分で作れます、うん、まあ全種類作んなくてもいいですけど、うん、あじゃあ香辛料どうするんですか塩とか胡椒どうやって自分で作ります調味料も塩と胡椒結構大事ですよね料理で <laughs> 塩作ります自分で 胡椒を自分で作りますうんそ,うたそこはね本当考えた方がいいと思いますけどねほんと真剣に真剣に一番考えないといけないのはそこなんじゃないかなと思いますけどいってらっしゃい